グアナカステ保全地域はコスタリカの保全地域の一つである。コスタリカは全国の国立公園や自然保護区を11の保全地域にグループ分けして管理を行うシンクという制度を導入しているがグアナカステ保全地域はそのうちコスタリカ北西部グアナカステ州一帯に位置する保全地域である。1989年8月16日に設定され、 1994年には、フンキレアルワン国立野生生物保護区が加わった。1999年には、保全地域内のグアナカステ国立公園、サンタローサ国立公園、リンコンデラビエハ火山国立公園、フンキレアルワン国立野生生物保護区、オリソンテス主権森林がユネスコの世界遺産リストに登録され、2004年にはサンタエレナ地区が拡大登録された。 グアナカステ国立公園はコスタリカ北部にある国立公園である。おろし火山やカカオ火山の斜面からパンアメリカンハイウェイまで広がっており、そこでサンタロサ国立公園に接している。設定されたのは1989年のことで、その一因となったのはダニエル・ハント・ジャンゼンが展開したキャンペーンと資金集めである。それによって、 乾燥帯の森林と熱帯雨林との間を多くの種が季節ごとに行き来できるようになったのである。公園は約340平方キロメートルで140種の哺乳類、300種以上の鳥類、100種の両生類、爬虫類、1万種以上の昆虫の生息が確認されている。最も近い都市は北西のラクルスである。公園内には グアナカステ保全地域の本部のほか研究拠点が複数存在している。そのうちピティリアは公園の北東端に、カカオはカカオ産卵生の斜面に、マリトサはカカオ、卸ロ火山の近くに、それぞれ一致している。リンコンデラビエハ火山国立公園は、1973年11月16日に設定された国立公園で、 面積は142平方キロメートルである。コスタリカの北西部に位置し、リンコンデラビエハ山とサンタマリア火山も存在している。国立公園内での最後の噴火は、リンコンデラビエハ山のもので、1998年のことだった。最も近い都市は、公園の南に位置するリベリア市である。公園内には観光案内用の2つの拠点サンタ、マリアとパイラスがあるが、どちらも、 公園の南側にある。公園内は野生生物が多く、鳥類はヒゲ鳥、リ、キバシミドリ中ハシ、あるいはケツアール、ホウカンチョウ、ワシなど300種以上が生息している。主な哺乳類としては、クーガー、キンカジュウ、ジャガー、サルなどが挙げられる。グアナカステに生息するノドジロウマキザルフンキリアルワン、サンタロウサ国立公園は、 コスタリカ北西部の国立公園で、東端にはパンアメリカンハイウェイがあり、向かい側にグアナカステ国立公園がある。中心地はグアナカステ州リベリア市の北方3 6キロメートルに位置している。設立は1971年のことで、もともとはサンタロサの戦いの戦場を保護する目的で設定されたが、当初から史跡だけでなく、サバナ、洛陽樹林、出現、 マングローブなども保護対象に含んでいた。面積は約495平方キロメートルで、雇用でペッカリー、バク、ハナグマ等の多様な種が生息している。猿の仲間としては赤モザルマントホエザルノドジロウマキザルという3つの種が生息している。その他、ウミガメやリクガメの種類も豊富である。なお、ジャガランディ、オセロット、ピューマ、 ジャガーなど、猫科の動物も生息してはいるが、目撃されることは稀である。世界遺産登録対象には、陸上部分だけでなく、海域部分も含まれている。フンキリアルワン国立野生生物保護区は、熱帯性や亜熱帯性の乾燥した森林及び、湾岸のマングローブ林を保護することを目的に、1995年に設定された保護区である。 オリゾンテス試験森林はグアナカステ保全地域内に設定された自然保護区で農地に転用された地区を再び乾燥した熱帯林に戻す方法を模索することを目的として試験的な森林回復計画が進められている地区である。サンタエルナ地区はグアナカステ保全地域内に存在する細長い地域である。こういう地でないが2004年に 地主たちと政府当局が合意に達したことから世界遺産の登録対象に含まれた。3つの国立公園の IUCN カテゴリーは2、ン岐アルワン野生生物保護区は4、オリソンテス主権森林とサンタエレナ地区はユネップのサイトに記載がないので未承である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。